人が並んでいます。
桜堤通りを左方向に進みますと、花火会場が設けてあります。こちら桜堤通りを下流方向に進みますと、右に花火会場が設けてあります。こちらの会場はまだまだ余裕がありますので、ぜひこちらをご利用ください。
独自に進化をして、独自に進化をして、
こちらもとても花火がきれいに見えるポイントとなっておりますので、ぜひこちらもご利用ください。
ナポリタン通路内で止まっておおはい歩行者の幅付けとなるため大変危険です。前の方に合わせてお進みください。暗くなってきました。前の方を2人ぐりに割り込みますと思わぬ怪我の原因となりますので前の方に守ってゆっくりとお進みください。お進みください。前の方のご主催のご協力をお願いします。皆さんにお願いします。通路内は校舎が通るため広く開けておいてください。
前の方に合わせてゆっくりと踏みください。また辺りが見えなくなり混雑することが予想されます。このような中で前の方を押したり無理に割り込みなどと思わぬ怪我の原因となりますので、お互い譲り合ってお進みください。通路内で立ち止まっての花火見物は大変危険です。通路内で立ち止まっての花火見物は大変危険です。一般歩行者の方も通りますので、前の方に合わせてゆっくりとお待ちください。通路内での立ち止まっての花火見物は大変危険です。通路内で立ち止まっての花火見物は大変危険です。前の方に合わせてゆっくりとお待ちください。
点です。2枚の肩に合わせてゆっくりとお進みください。小さなお子さんがいる方は、小さなお子さんがいる方は、お子さんの手を取り、前の肩に合わせてゆっくりとお進みください。あたりが大変暗くなっています。
足元には自分の器が腐ったりして。
高いよ高いよ。